はい、お疲れ様です。おはようございます。今日はまたちょっと後ろでね、作業しながらですけど、まあ、今実習生も最近ねきっちりやれるで、まあ、15分間だけちょっと今回初挑戦、はい、無修正、はい、モノカット、はい、超前マジくだらんこと言ったらボコボコしてる。はい、いや、わかってます。だってもう今ちょっと突っ込まなくてまずいよ。まあ、まあ、はい、楽しいのが一番だよね。はい、そうですね。まあ、まず楽しい雰囲気もそうですけど、はい、まあ、ちょっとじゃあ、 足場の職人さんやっぱ結構見てるの多いから、はい、足場、はい、来年、はい、まあ、結構やばい情報とかあると思うんだわ。ああ、はい、ありますね。で、俺って特にさ、まあ、まあ社長やっとるから直接お客さんと絡むことないじゃん。はい、 B2C とか建設会社とか、まあ連れ打ちとか人間関係で情報はいっぱい入ってるけど、はい、まあ、ちょっとその辺実感をどういう感じなのかなっていうのをちょっと聞いていこうと思うんで、はい、ちょっといろいろいい、はい、で、真ん中の人はねほぼあいつ必要あるのって言われ前回言われたから、はい、喋ってください。はい、もうちゃんと俺ってちゃんと空気じゃないぞっつってちゃんと発言するぞっていうところをちょっと見せちゃってください。わかりますよ。はい、じゃあまず、はい、まあ、実際ね、まあ、今でもまあちょっと薄くなってきたっていうのはある？まあやっぱりありますね。うん、僕から言ったらやっぱりどこもまあどちらにしてもでかいその足場屋さんとかあって、まあでかい足場さんとかは結構役所とかでかい仕事やるじゃないですか。でかい仕事やるところはまあ今年はあるんですよ。まだ予算組って去年の予算で今年やってる工事なんで、まだその去年決まってる工事なんで今年はあるんですけど、来年がもうすごいって、もう3分の1まで激減するって今言われてますもん。来年が今もう少ないのに、はい、来年もっとやべえぞ。そうです。なんで戸建てを逆に今取ってる会社が多いっす。結構もともと戸建てやってないのに。そうです、もともと戸建てやってないのに。何だろうってそうそうそう、まあ実際でもまだ 20?4だから、なかなかそういう実感ってないんかもしれんけど、連れとかだと今どうなの、はい、仕事もう暇になっとるのか。ああ、まあでもよくその塗装屋とか足場おるんですけど、連れで、はい、うん、まあ、仕事くれみたいな。あ、もう一人親方みたいなやつですよね。もうだし、その会社に入っ、はい、会社もないらしいんですよ。ああ、あれで絶対どうぞ仕事を取らよ、なんていうの、無理だよかっこいいよ。まあ、さっきからな、俺パッパッと見るんですけど、カメラマンさんが寄っとんすよ、ショーが喋るときだけ。ちょっと声が小さいなと思って。まあ実際でもみんなないって言っとるよな。そう、いますね。で、またこの建設業ってちょっと特殊な形で、まあね、職人さん見てるのは分かってると思うんですけど、やっぱ 2,3 人の会社っていっぱいあるじゃん。ありますね。で、そういうとこが今俺一番苦しいと思うんだわ。はい。で、俺はあんまりそういうところからの情報ないけど、はい、やっぱ実際に周りのこの 2,3 人でやっとるところとかさ、まあ、5人、はい、10人でやっとる会社って、はい、厳しいと思うんだけど、その辺ってどう、今の現状。 2,3 人でやっとる会社でも、うん、やっぱりその、うん、まあ、基本的に戸建てメインとか、うん、例えば改修工事で自分で取ってきとるところがメインとかだと、うん、まあ、元請けさんがおって塗装屋さんがおって仕事もらったりとかするんで、まあ、そこはあんまり、まあ、差あるっちゃあると思うんですけど、結構まあ暇な時は暇で、ね、うん、やってるかもしれんけど、そこまでなんで今までと変わりがないのかなと思うんですけど、うん、常用で応援ばっか行っとるとこですか、うん、大きい現場とか足場屋の常用でずっとその 2,3 人でちょろちょろ、まあ、妊婦出しじゃないですけど、そういうとこやっとるところは結構厳しいって聞きますね。あ、もう今ほとんど状態やな。うちも使わんもんな。使わんすね。いつ工業なの、キチガイぐらいだろ。いつ工業なの、キチガイ工業ぐらいだろ。ファイヤー工業ぐらいですね。ファイヤー工業ぐらいですよ、ほんとに。実際そうやな。使うの。物周りもそう。結構だって23社だったらもう独立して 2,3 人でやってると結構おるだろ。いますね。で、そういう子たちって仕事どうなの。おー、まあ、ないもんで連絡してくるのもあるし。うん。いや、さ、もう何十人でやってる会社とかじゃなくて 2,3 人でやっとって、はい、もうちょっとないもんで、上映でもいいで、何でもいいで使ってよ、みたいな。はい。まあでもうちも厳しいもんでっていうのは断ります。あ、もうちょっと喋ってくれ。はい。でも実際にそうだよね、こっちでもそうだもんね。やっぱり自分のところで抱えてる人間は回っていくんだけど、はい、うん、やっぱじゃあ今までみたいにじゃあ新規のところまで必要かっていうほど仕事ないよね。ないっすね、うん、まあ、最近だって結構多いですけどね、連絡が、うん、そのまあ足場屋さんとかでも、うん、まあ、その足場の仕事くださいとか、うん、まあ塗装屋からもまあ連絡来て、うん、まあちょっとその仕事もらえないですかって多いですけど、まあ正直今、まあ、本体自分たちの
人形を回すのに精一杯ですよ、僕らも。ああ、そうだよな、はい。まあ、実際にこの、今見とる YouTube とかで見とる、やっぱみんなで情報共有した方がいいもんで、ね、ぜひコメント教えてほしいな。はい、あうちこうで、あこれお前に借りとったわ、熱いわね、社長職権乱用っていう動画になってるかもしれないちょっと熱いで稼いとか言って借りとるちょっと違うな、やっぱちょっと違う。で実際にじゃあそのまあ仕事がない今現状なんだけど、来年もっとひどいって言われてるわけ。はい、それっていうのはどういう情報、まあいろんなさ、まあ、全国によってもまた違うと思うんだけど、はい、愛知、三重、岐阜ぐらいだと、まあ、本当にね、来年やばいよっていう情報、まあ、いっぱいあると思うんだわ。はい、俺はまあ俺でまあいろいろ聞くんだけど、まあ、お前はどういう情報があるのかな。はい、僕の場合だったら、まあ、僕の周りでもまあ独立してること少ないんですよ。独立してまあ自分で会社やってる子ちょこちょこいますけど、まあ、基本がみんなやっぱり、まあ、働いて雇われて、そこで働いて給料もらってボーナスもらってっていう生活で家族養ってとんですけど、まあ、今なんか逆に言ったらですよ、その一軒家持ってる子たちもおるんですけど、給料が減るわボーナスカットとかもう当たり前らしいんですよ、うん、今このご時世だもん で、うん、でそんな状況でじゃあもし来年塗装の時期が来たって言っても塗装できないじゃないですか。給料もカットされてボーナスもカットされとんのに。ああ、民間工事だとな。みんな民間工事だと。だって要は結局、まあ、今その辺の会社員さんが残業だなんだってやって金稼いどった、給料が年収が下がっちゃうから、ボーナスとかが下がっちゃうから、はい、来年減るぞって言われて、来年減るから結局戸建て の、まあその発注も減るし、うん、改修工事はそうだよね、まあ、改修工事でも新築持ってやろうでしょ。新築持ってやろう、だから買う人がいなくなるんですもんね。もう買わないって言うもんね。だって新築なんかもう本当に激減しようだろ。激減しようですね。で新築の会社めちゃくちゃ潰れとんだよ今。あ、そうなんだ。しとった、はい、あ、そこまでは知らないですね。だ結構潰れてる。はい、だってもう多分来年ほんと新築なんかやってるから本当厳しいんじゃない。まあ大手ぐらいです、まあ、入ってこんっていうですもんね材料が、うん、であとは大手がもう海外にシフトしちゃうんだわ。はい、新築とかも。はい、うん、だって結構俺海外もやるじゃん。はい、いろいろ話聞くじゃん。はい、で海外にどこどこ企業入ってきたよとか、昨日も出てたの清水建設とか、本当ですか。ODA でフィリピンのトンネルホールってさ、はい、結構 JV で結構大きくやるって言ったけど、はい、まあ、それだけじゃないと思うんだけど、はい、清水のやってるやつなんか今本当に仕事ないってこと。もうなんかもう大手スーパーゼネコンあるじゃないですか、うん、ないって言うんですよね、うん、逆に言ったらその全くないわけじゃないですけど、うん、減っとるよね。やっぱそう思うとやっぱ本当にまあ上でその立ち上がってきた業者ぐらいしか多分使ってもらえなくなるもんで、うんうん、下の孫受けとかは多分全部切られちゃうんですよね。まあそうだよね、ちっちゃい会社とかっていうのは、うん、実際お前の周り その連れとかもそれだけの危機感持ってやってる。来年こんだけなくなるぞっていうのは多分そこまで考えてないですよ多分、うん、来年のここまで。僕も今それ来年仕事ないっていうの初めて聞いたんで、うん、あれでまた助けてみたいな顔しちゃったカット入っちゃったよ、まあ、結構いい感じ流れだったけど難しいですね。実際にお前の周りでそういう危機感持ってやってる。いや、まさかのもう一回同じやつになれたんだよ。殺されたら殺されたら痛みはすぐ大好き実際に、はい、まあだけど本当にさ、じゃあコロナでもそうじゃん、飲み屋の女の子とか言っとるじゃん、はい、仕事ないでどうのこうので本当にアパート代がどうのこうので払えるとか、はい、だけど俺まあこれ一つはもう貯金してないのも悪いんだよね。そうはい、だからってまあ貯金しろ貯金しろって言うで経済が悪くなっちゃうんだけど、はい、そういうことだよな。まあそうですね、もう今お金無駄に使って塗装なんか来年でもいいのに、はい、無駄にお金使わんとこうってなるよ。なっちゃいますよね。まあ自動的にですけどね、うん、それはお前はどう。やっぱりお前の経済は何、僕ですか。僕はやっぱ使ってなんぼだと思うそういうやつが最初に死ぬんだって社長やっぱり職種にしようかったっすわ。職種にしようかった、はい、僕のなんていうんですかね、座右の銘ですか。そうそう、うん、僕のミッチ君がそういうの、はい、金は天下の回り物ですか。使うところにもよるぞ。いやもう使うからそれって間違った言葉なんだよ、はい、俺もだって仕事には何でも投資するじゃん、はい、足技も好きなに書いてるじゃん、はい、お前ら違う、自分のことを使ってたからじゃそんなん返ってこんぞこれだけ教えてるけど。いや違うっす、やっぱ俺も若いやつ、もういいって動画のちょ挙手し違うし農家と動画になってる、はい、そうですね、はいまあ実際に、はい、まあ俺の周りでももっと大きいとこね、もう何十億やっとる人たちが、はい、もう来年はないって言った。あで計画がもうだってもうさ、本当はもう2年3年後の計画で動いとるわけよ、はい、上の方に行くと何十億やっとるような会社になると、はい、だからもう来年じゃなくてもう再来年までやばいって言った、はい、再来年の方がやべえんじゃねえかって、はい、もう今計画が立たないから、
はい、今まだ計画の残機物があるもんで、はい、今年と来年はまだ計画でまだ動いとるから、はい、いいんだわって。でそれがボツになるのもあるんだよ、はい、もう来年工事やるって予算も決まっとって、はい、だけど例えば、まあ、これじゃあ100億で作ってくださいってやつを、はい、もう途中でやめたら罰則になるじゃん、はい、だけどもう10億罰則でもいいからやめますっていうのがいっぱいあるわけよ。はあ、でゼロコンには罰則が入って、はい、罰則っていうか、まあ、それはそうだよね、途中まで動いとるもんね、図面作ったりいろんなもんが動くわけじゃん、はい、で動いとったやつがもうはあの中止ももちろんあるんだけど、はい、もう今新規の計画が全然立ってないから、はい、で再来年2年後3年後の方がやばいって俺はもう周り見ないとる。ああ逆にですか。俺は別に偉そうに言うわけじゃん、俺はもう別にね、どっちかっていうと民間仕事じゃん、はい、民間仕事だからそのあんまり企業相手じゃないからそんなねゼネコンの情報がバンバン入ってくるっていうようなタイプではないんですけど、はい、まあね、何十億クラスの人たちとやっぱ友達っていうか付き合いがあるじゃん、はい、そういう人たちから聞くとだって民間の方がこれからはいいよねって。ああ、まあそうですね、それは言いますね、うん、みんな、うん、俺あのリーマンショック経験しとるんですよ一応は、はい、まだ知らんでしょリーマンショック、はい、だけどあの時ってどこが一番苦しかった、新築なんだ、あ新築じゃなくて、あそうそう、だってあのゼネコンの仕事やってる人たち、ああ俺民間だから全然苦しくなかった、はい、だってリーマンショックって言ったってあの給料半分にならんじゃんサラリーマン、ならないっすね、うん、だけど企業売上がだって何割減ったらさ、はい、利益3分の1、4分の1どころじゃないもんね、はい、10分の1とか潰れる会社だもんね、潰すしかないっすもんね、そうなったらその時に投資する、じゃあうちの会社の本社かリフォームとか何千万で使ってリフォームしたじゃない、はい、やらないでしょ、やらんすね、だからそうなってくるとやっぱり企業相手の方が苦しい、あーそういうことですか、うんうん、なんでうちってじゃあ強いところはめちゃくちゃあるっすよね、それを言ったらで、まあ、一番強いのはあの顔面、僕の顔面は強いんじゃないちょっとノーカットの方でって真面目に話しすぎじゃない俺まそんな感じか、あ、はい、求人だけちょっと言わして、はい、あの求人道場って今やっとって、まあ、求人道場建設業専門検索すると出てくるんで、お友達とかにもやらせる、はい、あやってます僕の友達とかも、あ無料だよ、無料でやってます、であのまだねあの100社ぐらいしか登録されてないんで、ただ30社ぐらいがちゃんと全部登録したらあの求人公開30社ぐらい、はい、でも早いよな、早いですね、で実際にあのやっぱこうやって YouTube で職人さんやっぱね会社辞めたい辞めたくないっていう人もおると思うから見に来るとだいぶ増えてきてるんで、はい、ぜひね近くね、まあ、塗り替え道場自体は本当にすごい来とる、それ出してるから、はい、なぜかねホームページでも他のところでも、うん、インディードでも全部募集しとったのに、はい、求人道場ってやっただけで求人むちゃくちゃ来とるもんな、来てますね、だから案外やっぱあのネットでもアプリみたいに使いやすいじゃん、はい、いろんな会社がバーって並んでるから、はい、見やすいと思う、建設専門で写真も載せれるし、だからあのね結構あの会社変えたいこういう時期にどういう会社選ばなあかんかっていうのもやっぱ大事だから、はい、なんか俺の番宣みたいになっちゃった、ね、番宣みたいになっちゃった、ね、ノーカット番宣みたいになっちゃったけどまあぜひそっちの方もやってください、はい、うん、まあ本当にね1年2年で覚悟するか、ちなみにリーマンで苦しかったのは7年8年だな、ね、なんでよくなってたら震災があってから、はい、震災特需って言って、はい、震災の時にもだって 今でも俺ら税金から何パーセント引かれてるの、何パーセント所得税とあの復興税って引かれてるんですよね、あれ、あそうなんですか、そうそう、でそれをずっと建設業バカバカ潤っとんだよ、はだから去年とか、そうそう、だから今回までもう建設業ってずっと右肩上がり、はい、売上とめちゃくちゃ調子いいんだわ、はい、今だと一番ですもんね、だからその給料が建設業が一番か、まあ上位に入ってますよね、はい、給料は、それって何って言ったら、要はあの震災特需って言って俺ら全員が払っとんの、税金は、あそういうことっすね、一人何個5、6000円くらい払っとんの、はい、で1億人おったらすごいでしょ、すごいっすね、何百億とかじゃない、自動的にっすよね、そう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 、はい、でまあ、そういうのもあって今の建設業良かったけど、はい、もうリーマンの時なんか7年8年悪かったって言ったよね、はあ、それ以上に悪いじゃん今、はい、実物経済が、はい、だってリーマンの時ってじゃあそんなの感じてないだろ、いや僕は多分まだ中学生じゃない、ああそうかそうか、はい、給料が減ったとかあんまり感じない建設業、あ建設業は苦しかったと思うけど、はい、妊婦出しみたいなのは、はい、でそれぐらい多分もっと苦しくなるんちゃうかって言ったのはたくさんおるよね、実際になって動いてねえの、飲食店みんな潰れてくんの、潰れてきますね、うん、で旅行会社とかね企画イベント会社とかみんな潰れてっとんの、はい、それはじゃあどうなるってその人たちの生活みんな止まるじゃん、止まるっすね、うん、止まったらそこも金使わんくなってくると思うんで、うん、結局は、まあ、回ってこんくなるっすね、うん、お金がどこに対しても悪の連鎖反応、はい、まあ、そんな感じでよろしいですか、まあ、ちょうど10、まあ、5分ぐらい喋った、うん、だから最終的に結局はもうあれってことですよね、うん、その今じゃないぞ、うん、コロナで厳しいの、うん、来年再来年もっと先だぞってことですよね、うんうん、はい、じゃあ最後に締めてくれる、はい、お前が必要ないって言われるとかあるんではいはい、まあ、そうですね、まあ、要するに先を見ろってことです、
はい、はい、あと金の使い方ね、はい、視聴者の皆さん、あのお金は天下の回り物っていうのは本当にいい言葉だけど、はい、天下の回り物だから自分に入れない、はい、キャバクラは自分に入れとんだぞ。女の子に言ってくれたお前じゃあもうあの風俗あのスカウト会社かなんかやるやじゃん飛びだろうな、若い人と飲むとか仲間と飲むとかな、塗装屋さんとか違うとこと飲むのも勉強になるんだよ。回り回って独立した時の金って絶対返ってくるから、はい、だけどバカなもん使うとって、お前それ自分のために使うとのは回ってねえから、お前に食わせるためはねえ死ねえよお前はい、また見てね。